はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、松戸市の石塚ゆうです。あの、松戸市のワクチン接種についてのご案内をしたいと思います。あの、現在ですね、松戸市の方では、あの、予約のサイトの方と、まあ、コールセンターで、えー、予約を受け付けてですね、予約をしてから、あの、ワクチンを接種すると、いった面ですね、形になっているんですけども、こちらですねあの、予約なしのワクチン接種がですね、今週の木金、えっ、ー、と、10月の21、22ですね、えー、の2日間にわたってですね、お行われます。 こちら場所がですね、あの、松戸のですね、来てみて松戸の第2接種会場になりまして、こちら21、22、両日ともですね、夕方の5時から7時までの間ですね、なっておりまして、こちら先着でですね、まあ、各日にち30人の方がですね、接種することができます。 こちらですね。まあ、18歳以上の方になりますので、こちらですね。なかなかワクチンの接種ですね。つきましては、まあ予約するほどでもないだとかですね。まあ、なかなか予約を取るのは億だとかですね。まあ、希望したですね。日時に予約を取れないといった方はですね。こちらの方ですね。先着順にはなるんですけども、 えー、予約なしで、えー、接種することができますので、ご利用いただきたいと思います。で、えー、またですね、こちらあの、毎日30人になってますので、こちらはですね、30人接種した段階でですね、終了となりますので、それ以降に来ていただいてもですね、まあ、接種することができないと、いいうことになりますので、ご注意ください。えー、それではですね、え、本日は、えっ、ー、と、松戸市の予約なしでのワクチン接種についてのご案内をさせていただきました。えー、ご清聴いただきまして、えー、ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。失礼いたします。